皆さんこんにちは。おかわりありませんか。9月初秋とはいえ残暑厳しく天候も変わりやすい時期です。くれぐれもお体を大切にお過ごしください。それでは今月も声の広報時川をお届けします。この声の広報時川は時川町社会福祉協議会の承諾を得て私たち朗読ボランティア時川が制作したものです。また朗読ボランティア時川ではこのほか目の不自由な方、視聴覚障害者や高齢者の皆様を対象に希望される本を朗読する対面朗読を行うこともあります。お申し込み、お問い合わせは時川町社会福祉協議会までお願いします。広報時川2016年9月号ナンバー128、8月26日発行。今月の担当は小池、富樫、阿部、八木原、大久保です。主な内容2ページから特集時川水辺の道川の丸ごと再生プロジェクトの完成、6ページから役場トピックス国民健康保険被保険者証保険証を更新しますなど、17ページからグラフ時川、20ページからスポーツ時川ナンバー41、22ページからインフォーメーション、表紙の写真の説明をします。8月6日土曜日に開催された第12回時川で川遊びからの一コマです。水辺に隠れた生物を懸命に探している様子、捕まえた生物はミニ水族館のコーナーで生態や種類についての解説が行われました。このほか川に飛び込んだり浮かんで流されてみたりと川遊びを満喫している写真の様子が掲載されています。説明を終わります。2ページから本文の朗読となります。2ページから5ページ特集時川水辺の道川の丸ごと再生プロジェクトの完成、2ページ3ページ遊歩道が完成しました。平成28年遊歩道時川水辺の道が完成しました。時川水辺の道は時川町の中心を流れる時川沿いに整備された約 7.3km の遊歩道です。既存道と新設の道を組み合わせ時川の清流と町の自然を満喫できる遊歩道になっています。たくさんの人の協力により完成した時川水辺の道、ぜひご利用ください。これまでの経緯、平成23年度埼玉県の川の丸ごと再生プロジェクトの対象となる川として時川が選ばれ、時川町と東松山市で時川川の丸ごと再生プロジェクトが立ち上げられました。時川水辺の道は平成24年度から埼玉県、市町村、そして地域の方々との連携により整備が開始されました。時川町では時川沿いに遊歩道を整備、既存の道路も利用することを計画し、4年間をかけ計画から工事が行われ、この度完成しました。パンフレットを作成しました。役場本庁舎、第二庁舎、玉川公民館などで配布中です。手書きのマップに周辺の見どころやウォーキングの豆知識などが記載された分かりやすいパンフレットになっています。時川水辺の道全体案内マップが掲載されています。その中から別所橋付近、玉川橋下流など10箇所を取り上げて遊歩道整備前と整備後の写真が掲載されています。4ページ見どころスポット、時川町の中心を流れる清流時川はもちろん、季節の花や木、
里山の風景など、ときがわ町の豊かな自然から大正時代に作られた玉川市、電車が真上を通過する様子を見ることのできる JR 八高線の鉄橋など、魅力ある風景がいっぱいです。 JR 八高線の鉄橋、玉川市内の竹林の中の遊歩道、田中市内の田園風景の3枚の写真が掲載されています。スモールチェンジコース、ときがわ水辺の道には保健センターと共同で設定したスモールチェンジコースがあります。このコースは玉川中学校の北側の砂利駐車場を起点として、玉川橋から坪の内橋を結ぶ一周約2400メートルに及ぶ周回コースです。コースのおおよそ100メートルごとに、ときがわ町のマスコットキャラクターたちの目印があります。またコースの途中にはぶら下がり健康器とストレッチ器具を設置してあるポケットパークがあります。ベンチもありますので一息つくこともできます。目印の2種類が掲載されています。それとスモールチェンジコース案内マップが掲載されております。5ページ遊歩道利用上のお約束。遊歩道を歩くときには次の点にご注意ください。その1、水辺の道は既存の道路などを利用した道なので、自動車や自転車にはお気をつけください。その2、ゴミは持ち帰ってください。その3、歩行中の喫煙は絶対にやめてください。その4、河川増水時は危険なのでまたの機会にご利用ください。その後、動植物は見るだけで取ったり持ち帰ったりすることはおやめください。また蜂やマムシなどには十分注意してください。 Facebook やってます。ときがわ川の丸ごと再生プロジェクトは Facebook を行っています。ときがわ町内を流れる現在のときがわの様子、イベントの開催情報、報告、その他役に立つ内容からそうでもない内容まで写真とともに不定期に更新しています。町ホームページのトップからアクセスできます。ふるさと納税。ときがわ町は先人から受け継いだ人と自然の優しさを未来に伝えるため、この美しい町に愛着と誇りを持ち活力のある町づくりを行うためのふるさと納税制度があります。この寄付金の活用事業の中に川の丸ごと再生町事業があります。いただいた寄付金は地域のボランティアの手が届かない水辺地域の整備、竹などの伐採に活用させていただきます。寄付いただいた方にはワンデーウォークなどのご案内や粗品を差し上げます。ときがわの美しい景観を守るためにご協力をお願いします。補助制度があります。役場建設環境課ではときがわ水辺の道やときがわの草刈りなどの美化活動をしていただける行政区や各種ボランティア団体に草刈り機の貸し出しや草刈り機に必要な燃料やチップ層の補助を行っています。補助制度の詳細については役場建設環境課電話 65-1539 へお問い合わせいただくか、町のホームページをご覧ください。なお、この補助を受けるには埼玉県の川の国応援団に登録が必要です。川の国応援団体への登録は河川の清掃をしていただける5人以上の団体を対象として随時受付しています。申し込みは埼玉県東松山県土整備事務所、電話22-2333まで。美しいときがわのを守るためご協力をお願いします。6ページから。ご利用ください。ときがわ町役場本庁舎では土曜日の窓口業務を実施中です。役場からの情報をお届けします。役場トピックス。役場町町民課から、国民健康保険に加入中の皆さん、
国民健康保険非保険者証保険証を更新します。現在お持ちの国民健康保険非保険者証保険証の有効期限は平成28年9月30日です。9月中旬に新しい保険証を世帯主様宛に会員書き留めにして郵送します。お手元に届きましたら保険証に記載されている住所、氏名、生年月日を確認してください。古い保険証は間違えないよう処分するか、役場本庁舎町民課または第二庁舎行政サービスコーナーへ返却してください。ご注意ください。10月以降に医療機関で受診される場合は必ず新しい保険証を医療機関に提示してください。また国民健康保険税に未納がある世帯は役場税務課で納税相談後新しい保険証を交付します。未納のある方には保険証を郵送しません。保険税を滞納すると次のような処置を取る場合があります。短期非保険者証有効期限が6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月のものの交付、資格証明書の交付、受診の際の診療費は全額自己負担となり、後日申請により保険診療分一般7割を払い戻しします。国民健康保険の給付、高額療養費、総裁費の差し止め、不動産、給与等の財産の差し押さえ、問い合わせ、役場町民課本庁舎1階、電話直通 65-0812、 次の場合には必ず国民健康保険の届け出をお願いします。国民健康保険に加入するとき必要なもの、職場の健康保険を辞めたときや被扶養者の資格がなくなったとき、社会保険の資格を喪失したとき、印鑑、退職証明書または健康保険の資格喪失証明書など、転入したとき、印鑑、前住所の転出証明書、子供が生まれたとき、印鑑、生活保護を受けなくなったとき、印鑑、保護廃止決定通知書、国民健康保険を脱退するとき必要なもの、職場の健康保険に加入したときや被扶養者になったとき、社会保険の資格を取得したとき、印鑑、国民健康保険の保険証、職場の保険証、転出するとき、印鑑、保険証、加入者が死亡したとき、印鑑、保険証、生活保護を受けたとき、印鑑、保険証、保護決定変更通知書、その他、住所、世帯主、氏名が変わったとき、印鑑、保険証、就学のため別に住所を定めるとき、印鑑、保険証、在学証明書、保険証をなくしたり汚してしまったとき、印鑑、本人確認できるもの、運転免許証など、汚してしまったときは保険証。今月の納税、国民健康保険税第3期、納付期限は9月30日金曜日です。口座振替をご利用の方も、同日が振替日ですので、残高不足にご注意ください。残高不足などにより口座振替ができない場合は、現金納付になりますので、ご注意ください。問い合わせ、役場税務課、電話直通 65-0811。ここまでの担当は小池でした。7ページ、生き生き国保。国民健康保険からのお知らせ。国民健康保険国保は、相互扶助の精神に基づいて、怪我や病気をしたときに安心して医療が受けられるよう、保険料を出し合ってみんなで支え合う制度です。時川町では、人口の約3分の1の3800人、2000世帯が加入しています。国保では、医療給付や検診のほかにも、さまざまな給付を行っています。
そこで今回は国保で受けることができる給付についてご紹介します。療養費。療養費は医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作った時や、事故や救急で保険証を持たず治療を受けた時に一旦全額を自己負担していただきますが、領収書などとともに申請していただき、審査後に自己負担割合分3から1割を除いた額を払い戻す制度です。高額療養費、1ヶ月の医療費、保険の適用になるものに限りますの自己負担が入院や高額な治療などにより高額になり、法令で定められた限度額を超えてしまったとき、その超えた分の金額を高額療養費として支給する制度です。この高額療養費に該当される方には、原則として診療を受けた月から2ヶ月後に町から申請書を送付して手続きをしていただき、口座振込にて支給します。また入院による手術などで高額な医療費がかかる見込みがある場合には、申請していただくことで所得に応じた限度額認定証が発行されます。自己負担限度額は被保険者の年齢や所得により異なりますので、窓口でご確認ください。なお国保税の滞納がある場合には原則として交付できませんのでご注意ください。出産育児一時金。被保険者である方が出産したときに出生時1人につき42万円が支給されます。なお妊娠期間が12週85日以上であれば死産や流産を問わず支給されます。葬祭費。被保険者が死亡したときに葬祭を行う人、もし葬儀費用を支払った方に5万円が支給されます。国保加入者の備忘録。国保豆知識。交通事故などにあったときは届出が必要です。交通事故などによる怪我で医療機関を受診される場合には、届出がないと医療保険による治療が受けられませんので、速やかに届出をしてください。相手がある事故の場合は医療費は健康保険が一時立て替え、後で加害者相手方に請求することになります。届出は国保の被保険者証、印鑑、交通事故の場合は交通事故証明書をお持ちになり、役場町民課へ、役場町民課電話直通 65-0812、 8ページ役場福祉課から時川町子ども子育て会議公募委員の募集および子育て支援への意見募集。町では子ども子育て支援法に基づき平成27年度から平成31年度までの5年間を対象期間とした時川町子ども子育て支援事業計画大きくなーれを平成27年3月に策定しました。この計画の推進にあたっては時川町子ども子育て会議を設置し、本計画の評価改善を継続的に進め、子どもの保護者や関係者の意見を反映させていくこととしています。また計画事業の実施状況について情報公開および意見聴取が定められています。つきましては時川町子ども子育て会議の公募委員を募集するとともに、平成27年度の事業内容に対しての利用者の視点に立ったご意見を募集します。子ども子育て会議の公募委員の募集。募集条件、次の事項のすべてに該当する方。1、町内に在住する小学校6年生までのお子さんを持つ保護者で子育て支援に関心のある方。町の付属機関の委員になっておらず公務員の職にない方。平日の日中に開催する会議に出席可能な方。募集人数2名。
応募期限9月23日金曜、郵送の場合も当日必着とします。任期移植の日から平成30年3月31日まで。応募方法、所定の応募用紙に必要事項を記入し、持参か郵送で応募してください。必要事項の中に、ときがわ町の子育て支援についてをテーマでご自分の思いを記入していただく部分もあります。なお、応募用紙は福祉課窓口で配布しています。報酬等、ときがわ町の規定による。会議に出席した場合のみ。会議は年1回開催予定。選考方法、応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。応募先、直接受付は福祉課窓口、土日祝日を除く8時30分から17時15分の間。平成27年度事業実施状況と意見募集。事業計画実施状況の公表場所と方法、福祉課窓口および行政サービスコーナーにて閲覧。意見募集期限9月23日金曜。応募できる方、次の事項のいずれかに該当する方、町内に住所を有する方、町内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他団体、町内に勤務・通学する方。寄せられたご意見については個別に回答はしませんが、取りまとめたものをときがわ町子ども子育て会議へ報告し、今後の事業計画実施や見直しを検討する際の参考とさせていただきます。応募先、住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で福祉課児童福祉担当までご送付ください。様式は自由です。氏名等の記入のないものはお受けできませんのでご注意ください。直接受付は福祉課窓口および行政サービスコーナー、土日祝日を除く8時30分から17時15分の間。郵送の場合はいずれも郵便番号355-0395、ときがわ町大和田玉川2490番地、福祉課児童福祉担当宛てです。問い合わせ、役場福祉課本庁舎2階、電話直通 65-0813。 9ページ、役場水道課から、ときがわ町水道をご利用の皆様へ水道メーターを交換します。ときがわ町水道課では計量法の規定による検定期間の満期が間近となる水道メーターを9月13日火曜から9月28日の間、第一工区および10月13日木曜から10月26日水曜の間、第二工区に交換させていただきます。第一工区は番町、本郷、別所、田中、桃の木、関堀、番場、瀬戸本上、瀬戸本下、大月、西平、雲河原、大野、国木平の各地区。第二工区、玉川、田黒、五名、日陰の各地区。交換対象メーター、メーターの蓋の裏の上の部分に29と表示のあるものが対象です。交換の対象となるお宅に水道メーター交換作業員の腕章をつけたときがわ町指定給水装置工事事業者が訪問し、交換作業を行います。在宅していただく必要はありませんが、留守中に敷地内に立ち入ることもありますので、趣旨をご理解の上ご協力をお願いします。なお、交換料金は無料です。交換の対象となるお宅には後日個別の通知を送付させていただきます。お願い、期間中はメーターボックスの上に車や物を置かないでください。犬は鎖でつないでメーターに近づけないようにお願いします。
メーターボックス内に泥がたまっていたら排出しておいてください。交換作業は細心の注意を払って行いますが、交換作業後メーターボックス内での漏水等を発見した際には至急水道課までご連絡ください。問い合わせ役場水道課第2庁舎2階電話直通 65-1555 役場総務課から9月21日水曜から30日金曜の10日間秋の全国交通安全運動を実施します。埼玉県内では自転車乗用中の交通事故が多く、自転車利用者の交通ルールの遵守とマナーの向上が課題となっています。このことから自転車の安全利用の推進、特に自転車安全利用五則の周知徹底を本県の重点とし運動を実施します。自転車安全利用五則。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行。3、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。飲酒運転、2人乗り、並進、並んで進むは禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5、子どもはヘルメットを着用。自転車の安全利用について家庭でのポイント。自転車も車両であることを認識し、交通ルールを守らない場合の危険性や事故を起こした時の責任の重さなどについて話し合いましょう。幼児や児童が自転車を運転するときや幼児や児童を自転車に乗せるときはヘルメットを必ず着用させましょう。幼児を乗せて自転車の3人乗りをするときは必ず安全性の基準を満たした幼児2人同乗用自転車を利用しましょう。人も車も自転車も交通ルールを守り、交通事故をなくしましょう。町では小川地方安全協会など関係機関と協力し、街頭キャンペーンを実施いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。問い合わせ役場総務課自治人権担当本庁舎2階電話直通 65-0401 10ページ役場企画財政課から時川町地域公共交通活性化協議会委員を募集します。町では地域公共交通網形成計画の策定に向けた協議及び地域の実情に応じた適切な乗り合い旅客運送の状況、運賃、料金等に関する協議を行う地域公共交通活性化協議会委員を募集します。地域公共交通網形成計画とは、地域にとって望ましい公共交通の姿を明らかにするマスタープランとしての役割を果たすものです。国が策定する基本方針に基づき、まちづくりと連携し、かつ面的な公共交通ネットワークを再構築するために実施する事業について記載します。具体的な作業内容、協議会に出席し、地域共通交通網形成計画の策定に向けた調査・検討内容及び乗り合い旅客運送の状況及び運賃・料金等について意見を述べていただきます。募集要項、募集人員2名、応募者多数の場合は抽選にて決定。募集締め切り9月16日金曜17時必着。応募資格、次の要件を満たす方、20歳以上65歳未満の町内在住の方、路線バスを定期的に利用している方、平日の昼間に開催する会議年3、4回に出席できること、行政関係各種審議会など委員でない方、任期2年間。応募方法、
申込書に必要事項を記入の上、時川町役場企画財政課までご提出ください。持参の場合、土日祝日を除く8時30分から17時15分、郵送の場合、郵便番号 355-0395 時川町大和田玉川2490番地、時川町役場企画財政課政策担当宛てまで。申込書配布場所、役場企画財政課役場本庁舎2階、行政サービスコーナー役場第二庁舎1階。問い合わせ、役場企画財政課本庁舎2階、電話直通 65-0404。 定期券、一日周遊券、サポートパスのご利用が便利でお得。時川町路線バスの定期券、通勤定期を除く一日周遊券、サポートパスは全路線乗り放題のフリーパス方式です。その日の気分や目的に合わせてどこへでも行けて何度でも乗り降りできます。高齢者定期、65歳以上の方なら1ヶ月2500円で時川町路線バスが全線乗り放題です。1年定期ならば年間2万5000円とさらにお得です。通学定期、通学定期は全線乗り放題です。さらに学期定期ならば1ヶ月定期よりお得になります。また町内在住の中学生高校生が購入した場合には補助制度もあります。1日周遊券1000円、子ども500円で時川町路線バスが1日乗り放題、沿線にある日帰り温泉の割引券も3枚ついています。サポートパス、町内在住在勤の方を対象として路線バスの維持のための寄付1000円をしていただくとサポートパスを差し上げています。寄付をした年度内に2日もしくは2人乗り放題となります。寄付については役場会計室本庁舎1階にて受け付けています。なお、お得な分、お一人様1年度に1回の購入しかできません。定期券販売所、イーグルバス時川営業所、会計室本庁舎、行政サービスコーナー第二庁舎、一日周遊券、路線バス車内で販売、サポートパス、会計室本庁舎。11ページ、平成29年団体グループへの助成金のお知らせ。一般財団法人勝野道助財団では、今年に引き続き来年も時川町で活動している団体グループに対し必要な資金の助成を行います。対象者、魅力ある町づくりや子どもの健全育成、社会福祉の向上、環境保全などのために地道な活動を続けている団体およびグループ。助成額、必要な資金の一部を年額10万円を限度として助成します。出願手続き、平成29年1月4日水曜から2月28日火曜、詳細は広報時川12月号で告知いたします。助成金を活用して補修されたどんぐり山展望台の写真が掲載されています。問い合わせ、一般財団法人勝野道助財団、電話 03-5212-9566。 教育委員会教育総務課から、町内小中学校で学校応援団募集。町内小中学校で学校応援団の方を募集しています。学校応援団とは、保護者や地域の方がボランティアとして学校の教育活動を支援する組織です。学校応援団の主な活動は、学習活動の支援、安心安全確保への支援、学校環境整備への支援です。学習活動の支援は、読み聞かせやミシンの使い方などの支援、安心安全確保の支援は、
校区内での防犯パトロールを行うなどの支援、学校環境整備の支援は学校内での花壇の整備や学校図書館の図書整理などの支援。ぜひ地域の子どもたちのためにご協力ください。なお詳細につきましては各学校へお問い合わせください。明覚小学校電話 65-0373、 萩ヶ丘小学校 67-0019、 玉川小学校 65-1529、 時川中学校 65-0155、 玉川中学校 65-1528。 問い合わせ教育委員会教育総務課第二庁舎2階、電話直通 65-1537。 スマートフォンで広報時川、スマートフォンやタブレット端末で広報誌を読むことができるアプリ愛広報誌で広報時川を配信しています。アプリで読むにはアップストアや Google プレイから愛広報誌を検索しダウンロードしてください。問い合わせ役場総務課電話直通 65-0401。 12ページ教育委員会生涯学習課から、埼玉芸術文化祭2016地域文化事業、第24回時川もみじ太鼓祭り、埼玉県芸術文化祭2016地域文化事業時川もみじ太鼓祭りを開催します。県内各地で名演奏を展開する7団体が自慢の打奏を披露します。日本の伝統芸能である太鼓の鼓動を全身で感じてください。皆様のご来場をお待ちしています。開催日10月16日日曜、会場12時30分、開演13時、終演16時。会場玉川トレーニングセンター。内容町内及び県南和太鼓団体による太鼓の打奏、なお商工会による模擬店などの出店も行われます。お楽しみに。交通時川町路線バス、バス停は時川町役場本庁舎をご利用ください。チラシに印刷されている路線バス乗車券をご利用ください。9月中旬配布予定、入場無料。バス時刻表休日行き武蔵嵐山駅西口発10時39分12時44分13時41分せせらぎバスセンター発10時9分12時12分13時11分帰り時川町役場本庁舎バス停武蔵嵐山駅西口行き15時16分16時25分17時10分せせらぎバスセンター行き14時59分15時53分17時4分駐車場役場本庁舎南側正面駐車場はご利用できません。駐車場が少ないため路線バスをご利用ください。